いやいや、どうも、熊坂です。どうも先週も無断で休み、無断で休んだっていいか、俺が好きでやってんだからいいか。はい、どうも元気にやってます。元気にやってるのかな。元気にやってますんで、ご心配なさらずに、いろんな方面で、各方面でご心配の声をいただいておりますが、大丈夫です。大丈夫ってなんだろうね。はい、さて、それで、いよいよ、そうだ、忘れた、持ってくる、コントラバスアワード、そう、コントラバスアワードを、いよいよ、発表します。今回4名のご応募いただきました。で、そうだ、商品のね、とりあえずここに今持ってこなきゃいけなかったね。忘れた、あとで持ってきますんで、とりあえず、今回の4名、またいつも通り、応募順に、ご紹介させていただきます。はい、4名様ありがとうございました。本当に今回はまあでもジャズはやっぱ入っちゃいますよね。コントラバスっていうとなんとなくジャズデッサンブルージャイアント、これ見なきゃいけないよな、見に行きたいような、行きたくないような。でもなんかいろんな友達が見に行って、なんかみんな良かった良かったって言ってるから、やっぱ見といた方がいいよなっていうのね。やっぱさ、音がさ、ほら、ないアニメでさ、声、その人じゃないんだよな、こういう声じゃないんだよ、俺の中では、みたいなのあるじゃん。で、今回、ブルージャイアント、音楽じゃん、ジャズでしょ？こうじゃないんだよ、俺の中で鳴ってるジャズは、ってなっちゃったら嫌だなと思って、まだ見てないんですけど、まあ見に行きますんで、見たら、レビューすると思います。はい。いや、ブルージャイアント、いいんですけどね。はい。さ、まあそれは置いといて、今回、コントラバスアワード、まず、応募順に、ご紹介しますよ。はい、まずは、毎回参加してくださっている、僕の後輩なのよね。千葉県の吉山さんです。また今回もジャズですね。前回ポールチェンバスだったっけ。今回はなんとスコット・ラファロやりましたね。いや、憧れるよね、スコット・ラファロ。ワルツ・フォー・デビーですね。これ誰だっけ、こうやって弾く人、ビル・エヴァンス、の、ワルツ・フォー・デビー、どうぞお聴きください。Thank you.
そうです。スコット・ラファロはさ、やっぱさ憧れるよね。あのラインのなんていうの、なんかすごいラインだよなーって思う。なんかなのなんだっけ、あれ誰だっけ、バートランドの子守歌だっけ、なんていうの、自伝みたいなやつ、あれ誰だっけ、なんかその自伝で有名なベーシストいたよね、誰だっけ、名前忘れちゃった。あれ読んですげーはーってすごいうっとりした覚えがあるんだけど、あれ誰だったっけな。でそのバートランドの子守歌で合ってるよね。その自伝になんかそのスコット・ラファロのこと書いてあってね、なんかスコット・ラファロはビル・エヴァストリオに入る前はなんかポール・チェンバースの真似みたいな感じだったらしいんだよね。でビル・エヴァスがトリオ組んでなんかすげえ合宿みたいなことして、でじゃあライブだって言ってみると、なんかそのああいうスタイルになっててびっくりみたいな、そんなことありましたけど、まあ憧れますよねスコット・ラファロね。はい、若くして亡くなってしまいましたけれども、はい、吉山くんには今回もジャズだから何賞を与えたい、もうスコット・ラファロ賞で、いやスコット・ラファロ賞はなんかさすがにでかすぎる気がするんだけど、あ、そう、吉山さんのあの手のこのハイポジションに近づいてきた時のあの親指がこっちに出てる感じが、なんかひょっとして親指いつでも使えるぜみたいな、なんか感じになってたのかしらね。なんかあの、てか吉山くん指の力めちゃくちゃ強いんじゃない？あれ、なんかあのなんだこれコントラバスのさ ビブラートってさ、この手の弦楽器のビブラートってさ、こうやってこうやってやるじゃない。吉山くんってこうやってやってるよね。なんか指の力強いでしょうって、指の力強いんじゃないですかっていうことで、指の力強いでしょうっていうのを吉山さんには今回差し上げますんで、で今持ってきましたよ、今持ってきましたよこれね。はい、今回の商品は、はい、クマチャンネル長南堂ダブルレームの Yes It's a Contrabass T シャツ、はい、裏は違うチェロじゃないとなっておりますんで、これあの着て、夏、この夏はこれを着て歩いてください。はい、お願いします。では続きまして、これ俺も早く着て歩きたいな。はい、続きまして、兵庫県なんですよ。兵庫県の田辺さん、今回初めてなんですけども、兵庫県の田辺さんが演奏してくださったら、これさ、俺さ学生の時実はさやったんだよ、トリオでさ、バンドでさ、俺ギターでさ、あのさやったんですよ、もう恥ずかしい、俺ギターボーカルでやったんですよ、あー恥ずかしい。地味編ですよ、地味編のパープルヘイズです。はい、兵庫県の田辺さんのパブレイズ、どうぞ聴いて。
ね。なんかこの演出がすごかったね。あの煙、パープルではなく、これあの俺が編集で紫色にしちゃっていいのかな。ちょっと紫がけてみようか。あ、そうしてみよう。あのね、あのなんていうんだろう、映像作品を作るみたいな意気込みがあるんでしょうね。多分ね、この演出がすごい、あのなんだ、なんていうんだっけ、こういうの画角っていうか、なんていうの、この視点っていうか、なんていうの、そのカメラアングル、カメラアングルもなんかね、今まであんまりなかったアングルで、しかもあの煙が出てて、で、あのさ、それで煙が出てるのもまあいいんだけど、あのなんだろう、ダラネウデデデデ、あのかっこいいフレーズ、あのかっこいいフレーズをウッドデスクでやるとすごいいいですね。いいし、なんかそのなんていうのかな、あれをやるっていうか、あのなんていうのかな、感触、あの感触を再現というか演奏しようとしてる気迫が伝わってきますね。あれライブでやったら多分相当かっこいい感じになる気がしましたね。はい。で、あのドーンっていいのね、音がね、いいんですよ。このいいって、開放弦いいってやっぱかっこいいよねと思いながら、田辺さんありがとうございます。こちらあの T シャツ差し上げますので、よければ着て、あの夏歩いてください。またよろしくお願いしますね。いや、パープルヘイズ懐かしかった。いや、ほんと学生の時ね、飛んだりとかしながらこうパープルヘイズとかって言ってやってたの、恥ずかしい。あんなの、映像とか残ってんのかな。やだな、そんなのね。はい、そんなわけでロック、なかなか今回ロックって初めてじゃない、ロックコントラバスアワードでロックって初めての気がしますね。はい、タミさんありがとうございました。はい、はい、で続きましては、また今回の2回目かな、埼玉県のロンさんというかですね、またジャズなんですけども、これあれだよね、セロニアスモークじゃなかったかな。うん、まあとにかく聞いてみてください。ロンさんの演奏でエイプリル・イン・パリスだっけ、でいいのかな、合ってる気がする。どうぞどうぞ聴いてください。Thank you.
ありがとうございます。ジャズやっぱ多めになりますよね。ロンさんもあのまたロンさんはいつもこうあの前はチャーリーパーカーだったっけ、何でしたっけね、あのこのなんだこの大御所の音源を流しながら自分で弾く、これ俺やったんだよ若い頃ブルースの、俺ギターを弾いてたんですけど、ギターをねこうやりながらなんかアルバート・キングとかかけながらこうやってクイーンクイーンとかやったりとか、まあコントラバスを手にしてからもなんかその有名な、あ俺誰とかでやったの、俺スリム・ゲイラードとかでやってたかもしれないんですけど、なんかその音源かけながら自分も弾くっていうねことをやって、これ俺ね結構これいい練習方法だと思うんですよ。っていうのはなんかやっぱすごいリズムが強いでしょ、そのジャイアントたちは。そのリズムの強さみたいなものを聞きながら弾くっていうのはこれ悪い練習方法じゃないと思うんだけどね。ただ弾けてないところを弾けてないままにしてしまうかもしれないから、それは気をつけた方がいいと思いますけど、でもねリズムの強さをやっぱ体感しながら弾けるっていうのは、これやっぱ音源を再生できるってもう本当素敵ですね。エジソンさんありがとう。というわけで、あ、田辺さんの賞、何賞っていうのを言うの忘れてたね。あと今回のローンさん、じゃあ2人まとめてよ。田辺さんは、地味編でしょ？ベスト演出賞は差し上げたいと思います。田辺さん、ベスト演出賞。ローンさんは、ジャズジャイアントとセッション賞を差し上げたい。もうこれ本当いいと思う。俺もすげえいっぱいやった。すっごいいっぱいやった。今度はじゃあレイブラウンと一緒に弾こうかなとかね。今度はあいつ誰だっけ、行かれる詩人は、なんとか原人のやつなんだっけ、忘れちゃった。行かれる詩人は誰だっけあれ。もう名前忘れちゃった。顔は出てくるんだけど、超辛い感じの、ほら。あの人誰だっけ、デレック&ザ・ドミノスとか出てきちゃう。違う、クラプトンじゃない。なんだっけ、あの人誰だっけ、あの人誰だっけ、忘れ、あの、ほら、あの、パパとか、あの、ほら、あの、ハイチ人の戦争みたいなのをやったりさ、とかする人、あれ誰だっけ、コメント欄に教えて、あれ誰だっけ、忘れちゃった。まあいいや。じゃあ忘れちゃったから。それはいいや。とにかく、ローンさんには、ジャズジャイアントとセッション賞、こちら差し上げたいと思います。これまた T シャツね。これね。これぜひ着てください。着てください。お願いします。じゃあ、最終エントリー。これ静岡県から、美穂さんという方なんですけど、これ懐かしいな。まあとにかく聞いてみてください。静岡県美穂さんで、ミサト&シーンというね、僕の古い仲間の演奏の後ろで、あのコントラバス弾いてますので、ぜひ見てみてください。どうぞ、静岡県美穂さんです。ワン、ツー、スリー、フォー。北風に胸を張って。北風に胸を張って。寒さを受け入れて。寒さを受け止めて。Thank you.
だんだん緊張に耐えられなくなってきた。素晴らしいです。素晴らしいです。美穂さん、久しぶり。本当にもう二十何年になるんじゃない?美穂さん、全然会ってないっていうか、ガジャ行きたい。美穂さんはね、ガジャの、人なんですよ。ガジャっていうお店がね、静岡県にありまして、相変わらずサーファー色してましたね、美穂さんね。ガジャ全然行ってない、行きたい、静岡おでん食べたい。で、ミサト&シン、よくないですか、僕のあの古い古い仲間で、もうそれこそ20年強の知り合いですけども、静岡県であの2人組やっているミサト&シンというあの2人組なんですけど、今度ね、実はね、あの僕の地元長野県にね来ること決まってるんですけども、それツイッターの方でね、あのお知らせしますんで、近づいたら7月だったっけか、うん、っていう感じなんですけども、まあ、とにかく美穂さんですね。もうあのこうやりながらこうやって弾く感じがもう美穂さんそのままでしたね。なんかお久しぶりです。あのまた行きたいです。ガジャ演奏させに行かせてください。あー、なんか懐かしい気持ちになっちゃった。もうなんかあの演奏がどうこうとかじゃなくて、懐かしい気持ちになっちゃったんで、あの美穂さんはね、ガジャに行きたいですので、ガジャに行きたいでしょう、私がっていう、ガジャに行きたいでしょうという、もう適当な賞を差し上げたいと思います。あの、これ、T シャツ着ました。着てみました。これ、差し上げますんで、これ。これね、これね、これぜひ皆さん、あの、コントラバスをあの流行らせるっていうのを、目標っていうか、コントラバス流行らせましょう、みんなでね。あ、これ、ほんといい楽器なんで、マジでこれを弾く人が増えたら、電車が、混み合って仕方ないっていう、あの、いたずらになりましょうよ。いたずらしましょう。で、あの、JAL とかでさ、あの、コントラバス運ぶときさ、あの、カホンケみたいの借りるでしょ。あれも、なんか、事前に予約しとかないと、足りなくて、ありませんとか言われちゃうでしょ。あの、オーケストラが移動するときとか、なくなるらしいんですね。俺、まだなくなったことないけど。だからそのこれを弾く人がすげえ増えれば、あの JAL にもっとたくさんのコントラバスケースを用意させるみたいな、そんなことにならないか、そんなことにならないか。まあとにかくこれコントラバスいい楽器なので、もっとね、もうちょっと増えてもいい気がするんですよね、演奏者がというのを思ってますんで、あのちょっと今年はね、実はね、そのコントラバスをこの間宮田あずみさんとやりましたけども、また他にも考えてますんで、今年はいっぱいコントラバスをやりたいなと思ってるので、こちらもぜひあの応援してください。あのすいません、応援してくださいってお願いしちゃう俺もなんかすごいひどい、なんかもうごめんなさい。あの頑張りますというわけで、今日はコントラバスアワードの4組紹介させていただきました。改めて千葉県吉山さんでしょ、それから兵庫県の田辺さん、それから埼玉県のロンさん、それから静岡県の美穂さん、今回はありがとうございました。今年中にもう一回コントラバスアワードできるかな、できないかな、ちょっとね、わかんない、忙しくなっちゃうかもしれないので、忙しくなるったってね、別にね、動画送られてきてそれ見てわーって言ってるだけだから、忙しくったってできるのか、違うんだ、商品を作るのちょっと大変なんだよね、俺的にはね。商品開発部門みたいなのがあればいいんだけどね。あー、まあ頑張ります。はい、というわけで今日はこんなところで失礼します。コントラバスアワード受賞の皆さん、本当におめでとうございました。ではでは、またまた、ありがとうございました。